よろしくね。ノーリミット。さて、戦隊もの敵を何分で倒せるか。2分もかからぬだろうな。大きく出たな。しかしそれだと1秒につき8体くらいの敵を倒す計算になるぞ。そうなのか。単純な計算がまさか分からないのか。そのまさかだ。そうか、それは困ったな。いや、何も困らん。戦に算数は関係ない。我の拳の前には割り算も掛け算も意味を持たぬ。意味を持たぬ。なぜ我の前では 1+1 は100にも200にもなる。千倍だと千倍でいいさ。それには異論だらけだな。なんだと。これでも私は教師。算数が無意味と言われて黙っているわけにはいかない。忍び学校の教師は忍びだけ教えていればいい。違うか。大道寺、それは教師の仕事をバカにした発言だ。ならば私が教師としてお前の弱点をついてやろう。我の弱点、そんなものがあるわけなかろう。いや、ある。ない。ある。ない。 7×8 6×4。バカな。こっちがバカなって気分だ。本当にわからないのか。無論だ。大学レベルの数式を出されても我に答えられるわけがなかろう。まずは続くぞ。そうだ、やるじゃない。大道寺、それがお前の弱点。バカな。我に弱いところなどない。いや、弱いだろ。頭が。頭だと。我の頭は山をも砕く。弱いわけがなかろう。 3×7。 リンさん、我を挑発しているのか。そう思ってもらっても別に構わない。よかろう。ならばこれ以上の口論は無用。我に弱点などないことはこの拳で証明してみせよう。そうやって全てを拳で解決しようとすることこそ大道寺の弱点なのだが。そんなトンチみたいなことを言われてもよくわからぬ。わからぬのか。そうか。その哀れんだ目はやめろ。とにかく戦いで勝利を収めたりすれば何も問題はないはずだ。仕方ない。では私も実戦でお前に教えてやろう。頭を使った戦い方というやつをな。うわあ、いや、リンさん、血を裂くほどの我の頭突きの威力を。これのどこが弱点なのだ。敵の残存兵力などを考えず闇雲に戦い続けるだけでは敵を殲滅する前にスタミナ切れを起こすのだ。スタミナ切れだと。ならば肉を食らいながら戦い続けるのみ。そんなお行儀が悪いことは私が許さん。もっと頭を使って敵を叩け。2×1×1、2×2。服を叫びながら殴ればいいというものではない。しかもそれは一の段だ。ではどうすればいいのだ。敵の兵力を把握し、己の体力や巻物の残り数のことを考え戦うペースを決めろ。それが頭を使って戦うということだ。もっと分かりやすく説明してくれ。例えば大道寺の前にお肉の塊が5つあるとする。ほう、もちろん焼きたてはない。そのお肉を食べるときに大道寺も考えるはずだ。5つを一気に食べるのは無理だから
今は2つだけ食べて、3つは後に残しておこうかな。それがペース配分を考えるということだ。つまり頭を使った戦い方ということだな。いや、我は肉の5つくらい一気に耐えられる。結果ね。